とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーマルチプレイとなっております。とりあえず、最初3人でスタートかな。入ってないよね、まだ。OK。3人でスタートです。では、行きましょうか。とりあえず、縛りなしでやってみましょう。まあ、今回、難易度はそんなに高くはないと思うんだけども、一応敵がね、多いのよね。敵がむちゃくちゃなので、一応様子を見ましょう。最初めちゃくちゃ難しかったの嫌だしね。よし、 OK。 これ効率界が現れるからね。ここ効率界が現れるから注意しとかないといけない。よし、 OK。 マジか。よし、俺が助ける。間に合い。よし、あぶねあぶね。よし、 OK。 いや、痛い痛い痛い。おお、4人目入りました。ちょっと待って、これ普通に痛いぞ。でも倒せるね。ナイスー。ではちょっと入ってくるまで待ちましょう。よし、来ました。まあ普通通り行くよ。おっとおっと、ブラストはありだね。ブラストはね、全然ありだと思う。ありがとう。これ交互に出していこうか。交互に出していくと、まあ間違いないかな。 OK。 交互に出して回復場所を常に確保する感じでやっていこう。おー、やっぱり火力が高いな。ちょっと待って、危ねえ。 OKOKOK。 ありがとうありがとう。まだまだ出るぞこれ。やばいぐらい出る。ちょっとね、回復場所作っとくから、 HP 減った人はあそこで回復していってください。 OK。 終わりだね。敵が多い、本当に多い。みんな影持っていくよね。お、ちょっと待って、持っていかない？いや、一応俺は持っていこう。全滅仕掛けた時に役に立つからね。 OK。 じゃあちょっと俺シュルカー壊してきます。まずはちょっとシュルカーを壊すね。よし、 OK。 いつでも来い。回復場所があれば失敗ない。今日も思いっきり食らったって多分大丈夫だ。多いな。いや、ナイス。ブラストナイス。ブラストナイスすぎるね。お、あれで雑魚で散らしたわけね。はい。いいんじゃないですか。よし、終わりだ。ありがとう。ドラどうする？ドラ持っていく？ならば俺はなしでいくよ。ドラなしで別のやつを俺はつけていきます。でここも俺ちょっとシュルカーからやっていくね。そっちのシュルカー任せていこうかな。よし、 OK。もう火力が若干足りない。行くぞ。回復しながらね。よしよしよし。敵が出たとしてもある程度回復できれば問題ねえはず。よし、 OKOK。 いいねいいね、いいぞ。最後にそれ取らせてもらう。よし、ありがとう。パン2つ食った。上は OK。 ナイスナイス、ありがとう。もう終わりじゃない。ナイスすぎる。サイスに変えていきます。みんな何にする？ああ、バーストクロスもまあありだね。ありあり。今回武器は意外とたくさんあるんで、これ弓を取るっていうのもありだわ。 OK。 あ、ならばエリちゃんともう一個入れれるわ。 OK。 これこっちから行こうかな。いいね。分担していこう、役割を。そうすると多分30分以内でいけたりしない？無理か？さすがに敵が多いか。おいし、いいね。なんもなしでいきまーす。炎症のトーテムとか使い切れたら面白いだろうけどね。いや、あれ使えないんだよね。使い方はあるはずよ、絶対。だけども俺にはちょっと使いこなしきれない。あ、ここは別に回復のトーテムそんないらないっしょ。裏側は任せていいのかな。大丈夫、回復入れとくから。オッケー、終わりじゃない？そろそろ。ナイス。で、俺は闇のアーマー取っていきます。みんなどうする？傭兵かな？ここはね、必ず防具はね、いや、取らない人がいる。もしや縛りプレイ？縛りプレイやってる？なんかやってる。あ、いや違う、そういうわけじゃなさそうだな。武器はサイス持ってるんで縛りプレイではなさそうだけど、いけ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 、どんどんいけ。よしよし、いや流れ込む魂で回復がもうえぐいえぐい。よし、 OK。 勝てこいつ。 OK。どうする？俺は地雷でいこうかな。うん、アップドラフトもありだよね。今回敵多いんでアップドラフト持っていくっていうのもあり。ゴーストか。おー、なるほど、ここで防具を変えるわけね。いや、変えてない、変えてないな。ゴーストありと思うけどね。いやいや、 ありじゃないか。あいつの無茶か。ここはエンチャンターもどっかに来るのよね。ちょい、オッケー。あ、やば、どこどこどこ。ナイス、ナイスすぎるやろ。よし、わお、やばいやばいやばい、めちゃめちゃ減った。終わり。いや、雲がそっちにいる。こっち任せた。入っちゃって、いらない。あ、なるほど、防具はスパイダーでいくのか。なるほどね。ありあり、すごいあり。危ない、いや食らってる、やばいぞ。おー、ちょっと待って、まずエンジャンターなんとかしよう。いやー、食らってる、あっぶねー。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、俺が回復。あーいし、ナイス。ラビじゃうっとうしいな。いや、なかなかだよ。難易度はね、そんなに高くないかもしれないけど、やっぱ敵がとにかく多い。はい。どんどん押していっていい？これ押していくよ。いた。いて。ごめん。おぼくそ食らった。おぼくそ食らっちゃった。すいませんね。思いっきり食らっちゃったわ。あ、危な。あ、やばい。ちょっと待って。雲に思いっきりやられてる。ありがとう。危な。ちょっと雲今のはね、事故ですよ。事故。雲の攻撃を思いっきり受けて爆発に巻き込まれちゃったってやつ。終わりじゃない？よっしゃー。ちょっと危ない感じになったけどもいけましたね。回復も、あ、いやいやいや、もう回復はいらねえわ。うん、もう火力上げでいこう。火力上げちゃおう。でここは防具をね上げます。みんなは何にする？でボスですね。ボスあ、みんな先に行って、なんかごっちゃになるといいかなからね。はいよし、 OK いいよ。行く？待つ OK、 いやまだだ。 OK 行くぞ。全員で突っ込め。よし、お、いいねいいよ、いいんじゃない？お、なるほど。そう、ここで防いだか。なるほどね。よし。あ、やばい。回復。オッケー。いくぞ。ドラ使ってくれるよね。よし。ああ。半分か。あ、いいでしょう。あ、ちょっと待って、これ息できないからね。やっぱこっちにいた方がいいのかな。よっしゃ。ガーディアンはできればこう下まで下ろしてくれた方がなんか2パンぐらいで倒せるような気がする。上にいるとね、ダメージが入んないんだよね、あんまり。うん、なので下に下ろした方が俺はいいかなということです。やばい。これはまずいぞ。どんどんこうドスンってしてくる攻撃の時がやばいのよ。これをしてきそうな気がするけども、まあいいか、大丈夫ね。次のターンで倒しましょう。こっちにザコが出る。 OK、では下に下ろして倒したい。いや、下ろさないか。まあそれぞれやり方があるからね、仕方ない。エルダーガーディアンは無視ですね。んでここでまあ地雷いらないよな。パワーシェイカーは絶対これはもう最後の方まで使えるんで、俺こっちからいきます。ちょっと待って、クールダウン入れたい。 OK、 戦闘中にちょっと危険だけども、もうよし。 OKOKOK いいよ。あ、じゃあ俺待っとこうかな、こっちで。よし、むしろレースがこっち出た。終わり。で両刃物変えます。みんなはなるほど、ここのスケールもね使えるんだよね。ここのスケールも結構いい感じ。おいちょっと危ねえ。一気に行くぞ。誰か踊ってるぞ。軽快な音楽が流れてる。矢はね少ないと取っちゃってね。おおナイス。よし、OK。あ、俺が、あ、いや、そんなわけないな。よし。終わりだね。ありがとう。なしでいきます。なんか珍しい装備も今度はね、取っていきたいところかな。でも、今回のマルチは、普通にいきます。もう普通に。オッケー。コグもちょっと強化したらいいかもしれないですね。コグは強化なしで進みましょう。やっぱ旋風入りの両刃を取って、まあ、リーチは短いけど。おお早っ早い、いい感じで、ここは何もなしですね。よし行こう。あ、俺旋風入れてくるわ。うん、先に旋風入れときます。押す、うん、最初から押すタイプね。オッケーオッケー。じゃあ俺はこっちの方からやっていきます。そんなに敵は言うほど増えてないか、ソロの時とか比べて。おーい危ねえ。よしはいはい行くぞ。意外と勝て。16回クリア。ソウルはまだまだねいい感じですね。でここで俺アップドラフトを取っていこう。いつもはねドラがあるからその枠ドラで埋まってるんだけども、今回ドラは俺持ってきてないので、任せていい？そっち任せる。よしいい感じ。いや取っちゃった、ごめん。もう終わるもしや。よし終わりじゃない？よっしゃー。早い早い早い。テンポがいいよ。ポンポン行こう。でも次はあれか、鍵取ってくるやつか。俺が突っ込んでいく。最初から誰か一人が鍵を取りに行けばいいもんね。俺が取りに行く。だからあとはみんな下で待ってて、俺に任せといて。いや一人で十分だよ、一人で十分だよ。ごめんカッコつけた、ごめんカッコつけちゃったわ。よしよしいくぞ。よし行こう。なんかトライデントの音がした。大丈夫か。行きましょう。あと中に4体か。いりません。ブラストだけもいいかなと思うんだけども、まあ、火力的にはアップドラフトの方が上か。うんうん、場所によっては使えるけどね。トライデント2つ常備してるね。あと常備しちゃってるよ。んで持ってクールダウンを入れてと。行きましょう。弱体化は別に入れんでいいかな。うん、弱体化なしでいいや。どうだろうね。いや全員でパワーシェイカーつけて殴れば多分速攻倒せるはず。よし。おーい、ちょっと待って、危ない。終わり。雑魚が残ってるかな。はい。魂のハンタークロスエンチャントは、うん、別に入れなくていいかな。あとで今日も入れよう。ああ、ごめん、任せた、そっち側は俺はもうちょっとシャシャリ出ない。シャシャリ出ず、これこっちで戦っとく。なんか結構やらかしちゃうから。いいね、早いよ。ちょっとなら俺も、いや取りに行くか。まあいらないけど、でもいらないんだけど、でも一応あると嬉しいから取っとこう。よし、オッケー、こっち終わり。早い、役割分担すると早い。うん、ソウルがあるから苦痛でも良さそうだけど、まあいいか。うん。行きましょうか。一応、エンチャントは完成ではあるけども。いいね。ここは狭いからちょっと戦いにくそうだけど、いや、いける、余裕。これは余裕だわ。オッケー。かってえな、硬い。終わりじゃない？まだかすごい。こんだけ密集して敵が出てくるなら危ない。パワーシェイカーの進化が発揮されるね。俺何もいりません。うん、誕生終焉ね、前は結構取ったけど、3回ぐらいで、3週ぐらいは誕生終焉でいったけども、実際のところ俺には向いてない。うん、そういう風に思った。誕生と終焉、俺には向いてない。だから強いってのは分かってるけど、装備しません。うん、向いてないやつは使わない。やっぱね、武器不向きあるからね、装備には。俺はどうしてもあれはね、慣れない。うん、強いってのは分かってるのよ。分かってるんだけども、慣れないの個人的に。いやー、いただきます。もうみんな十分矢はあるね。どんどん行こう。これ30分以内いけるか？やり30分以内、もしかしたらいける可能性があるぞ。もしかしたらね。よし、はい、オッケー。槍のね、重力付きでパワーシェイカー使うと気持ちいいぐらい入るも毒の雲で毒ダメージも狙っていける。よっしゃ、おお、成功、正解だ。よし、終わり。おい、上からなんかすっごいのがいるの。ナイスです。お、行ったんじゃない？あ、違う違った。おっしゃー、成功、ありがとう。大丈夫。ちょっと待って待って、ああ任せていいね。 OK、 24回おしまい。これめんどくさいところもみんなで行けば全然いける。うん、でも30分以内はちょっと辛いか。30分以内クリアは若干辛いかもしれません。はい、タイタン113、何がついた。おお、影の爆発、まあうんいいんじゃない。断片持ってるからね、断片持ってるから意外と合うような気はします。待って、俺も最前線で戦う。俺も最前線で行く。ああ思いっきり落とされた。ありがとう。ああポーションの効果があれか。ちょっとあぶね。ちょっと正体は判定してください。よし、オッケー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 。よっしゃ、終わりかなそろそろ。ありがとう。もう物資は別にいいよ。うん、大丈夫大丈夫か。オッケー。でサイスでいきます。火力がねやっぱこっちの方がボス戦では高いからね。雑魚戦をビシビシいきたいならばよし。おおめちゃくちゃしてきてるな。こっちの方でいきましょう。ナイス。ちょっと勘弁してください。ちょっと勘弁して。おいいいねいいねいいね。よっしゃ、危ね危ね。よし、オッケー。よっしゃ、オッケー。役割分担。こっち終わる。よっしゃ、いりません。で28、29、3、うん、もうちょいだね。もうちょいです。頑張っていきましょう。よし、やっぱ32、3分かかるな。うん、どうしても危ねえ。32、3分はかかっちゃいますね。よし、あと上か。あ正体勘弁して。基本的に招待されても入ることはないです。うん、もうこれは断言します。入りません。なので招待はしないようにお願いします。ものすごく動きにくい。じゃあ終わるかな。おまだ。よし、ありがとう。そのままいきます。あ、なるほど、ここで回復を取るか。まあボス用にね、うん、回復を持っていくっていうのはありですよね。そうだそうだ、マルチプレイだから。そうそうそう、よし、マルチプレイなんで輝きが結構効果発揮するんだ。お先に行っててくれてる、ありがたいね。じゃあ俺はこっちから。よし、おっと、ちょっと激アツのガントレットを装備してる人がいるぞ。やるね、激アツのガントレットで。いや俺も取るべきだったか。俺も取りたかった俺も仲間になりゃよかったな。ミスった。はい、29回クリアです。でコブでいきましょうかね。いや失敗したー。俺もネタでいけばよかった。まあいいか。いけ。よし。あ、ちょっと待って、変になった。やばい、これはあぶねえ。もうちょっと勘弁して。よし OK、 いける。よし、何回する。よし OK。 まだね2周目行くんで、まあその時に入ってください。入ってくるか分かんないけど。どうだ。いやでもねよ、いや1人落ちてるし、1人落ちてるよ。はい、ということで、マルチプレイでした。またねマルチプレイやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。